佐藤敦樹は、宮城県仙台市出身の元プロ野球選手、YouTuber。実刑は、プロ野球選手の吉木で、自身が2011年から2014年まで、NPB の東京ヤクルトスワローズに、育成選手として所属していた際には同僚であった。2015年2016年には、ベースボールチャレンジリーグの福島ホープスに所属していた。なお、福島時代のみ、 名前の、聞きを、登録名に用いていた。仙台市立北、仙台小学校に在学中の5年生の時から、本格的に野球を始め、6年時に全日本、リトルリーグ野球大会準優勝。仙台市立北、仙台中学校時代は、東北シニアに所属し、投手兼三類種。当時は、最速138キロを記録し、素質は、よしき以上と言われていた。 仙台育英高校への進学後は、1年生の夏からベンチ登録を果たすと、2年生春の宮城県大会で打率。571を残して、レギュラーに定着。3年生の夏には、第92回全国高等学校野球選手権大会の全国大会に宮城県代表として出場すると、3回戦まで勝ち残った。野球部の同期に木村健吾、 2学年先輩に橋本至タルがいる。2010年の NPB 育成ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから三巡目で指名を受けたことをきっかけに育成選手として入団。実刑の吉木とチームメイトになった。背番号は111。この会議ではチームメイトの木村も東北楽天ゴールデンイーグルスに二巡目で指名。後に育成選手として入団した。 支配下登録選手として契約したい選手を指名する本会議を含めて NPB のドラフト会議で仙台育英高校から同じ年に複数の選手が指名された事例は初めてであった2012年にはイースタンリーグ公式戦で打率3割103安打という好成績を残した2013年には育成選手に関する NPB の規約に沿って 10月31日に一旦自由契約選手として講じ、11月12日に育成選手として再契約を結んだ。2014年にはイースタンリーグ公式戦85試合に出場。打率308という成績を残したが、入団以来支配下登録選手への移行を果たせないまま10月1日に球団から戦力外通告を受けた。 同月31日に再び自由契約選手として公示されたが、11月9日にはシートバッティング形式の第1回 NPB12 球団合同トライアウトに参加。しかし、5人の投手に対して5打数1安打に三振という結果に終わった。前述のトライアウト後に一時現役引退を決意したが、2015年2月14日に、 ベースボールチャレンジリーグの合同トライアウトへ参加。さらに、この日開かれた同リーグのドラフト会議で、福島ホープスからの二巡目指名を受けたことから、入団に至った。背番号は8で、登録名は、引き。2015年から、BC リーグの東地区へ参入した福島では、自身と同じく前年に、ヤクルトから戦力外通告を受けた、岩村秋則選手権任監督の下で、 リーグ戦全73試合に出場。チームトップの打率326、リーグトップの32塁打を記録するとともに4本塁打23盗塁39打点という成績でチームの後期地区優勝に大きく貢献した。また外野手部門でリーグのベストナインを受賞した。その一方で二千十五年十一月十日には 二年連続で十二、球団合同トライアウトへ参加。七人の投手に対して、参加野手では、最多の四安打、三二塁打を記録したが、NPB の球団から獲得を打診されるまでには、至らなかった。北田氏自身は、NPB への復帰を視野に、2016年シーズンも、福島でプレー。リーグ戦71試合に出場すると、打率、313。 7本類十24塁、類、46打点という、好成績を残した。シーズン終了後の11月12日には、3年連続で12、球団合同トライアウトに参加したが、7打数1安打という結果に終わった。その後も n p b 球団から獲得のオファーを受けるまでに至らず、11月24日に、任意引退選手扱いで、福島を退団。 2017年1月から株式会社トライグループが運営する大人の家庭教師トライ野球コースの講師として登録。登録当初は特定の球団へ所属せずに NPB への復帰を目指して野球選手としての活動を続ける意向を示していた。2017年2月5日にはプロへ復帰することを卒業する旨を公式ブログで宣言したが同年3月末から 長兄の下田氏が所属するトフクラブ駅村と共に加入。野球選手としての活動を社会人野球で再開した。トフクラブでの登録名は本名で背番号は51。2020年には背番号1をつけてプレーしている様子が確認できる。2020年2月の時点では J ボンズ株式会社に勤務。同月14日からは 野球の振興を図る目的で、同社の YouTube 公式チャンネル、j b o n s TV を通じて、YouTuber としても活動する。兄の下田氏は、東北高校公式野球部の OB で、高校時代には、吉木、高木と同じく、甲子園球場の全国大会へ出場。下田氏は、高校時代に、控え保守として、ダルビッシュ優の玉を受けていた。また、ジップの人しは、 有限会社宮城観光タクシーの代表取締役である。2011年3月11日に発生した東日本大震災では地元及び実家が被災したものの佐藤の一家のは全員無事だった。このような事情を背景にヤクルトからのドラフト指名の直前からはドラフト緊急性特番お母さんありがとうのスタッフが一家に密着取材。 ドラフト会議の当日には、キキが指名を受けた瞬間を同番組で放送した。ヤクルトの育成選手時代には、バットコントロールを高く評価される一方で、利き腕である右腕からのスローイングが、守備面での大きな課題になっていた。中学生時代から、イップスに悩まされていたことによる。2013年のシーズン終了後には、投手出身の宮本健二ファームディレクターの勧めで、 スローイングの精度を上げるべく左投げも練習。ただし、登録上は従来の、右と左打を維持していた。福島へ入団した2015年には、北海道日本ハムファイターズの外野手だった、村田和也選手権人コーチからの指導によって、スローイングや守備力を大幅に改善させている。ヤクルト時代には、育成選手契約から支配下選手契約へ移行した場合に、 登録名を本名から名前の危機に変更することを予定していた。しかし、移行を果たせないままヤクルトを退団したため、福島時代には危機を登録名に用いていた。2014年の12球団合同トライアウトの直後には NPB の一部球団から育成選手契約のオファーを受けた。しかし、支配下登録選手として NPB で 現役生活を続けることを望んでいたキキは、このオファーを辞退。辞退後には一時、野球とは無関係の企業への就職を検討していた。しかし、2011年に発症した右肩痛のリハビリに取り組む、ヨシキの説得や、ファンからの激励を受けて、現役続行を決めた。地元に近い福島を現役続行の場に選んだ、理由は NPB の元選手が、 選手権人の指導者として在籍していることやプレーを通じて東日本大震災の被災者を少しでも勇気づけることができたらいいという思いに至ったことにあったという。なお、2017年2月の NPB への復帰活動からの卒業宣言の直後にも野球とは無関係の業界への転職を模索していた。しかし、かねてから、 ドフクラブに所属するしただしの紹介をきっかけに、同クラブへ加入。楽天からの対談後に、仙台市内の野球塾でコーチを務めていた木村も、危機からの誘いで、ドフクラブに加わった。北田氏自身は、同クラブへの加入を機に、吉木がプロ野球を引退するまで、アマチュア野球で選手生活を続ける意向を表明。2019年からは、 吉木が東北楽天ゴールデンイーグルスへ入団した。ありがとうございます。